韓国では、ハングルの日である今日、ムンジェイン政府とチョグク法省を求断する反保守陣営の集会がソウルの都心で開かれた。ムンジェイン下野藩国民闘争本部の主催で、この日正午からソウルで反保守陣営の集会が開かれ、午後4時現在で少なくとも200万人以上の参加者が集まったと主張した。また、 サルミ3日にも開かれた1回目の集会では、計300万から500万人が集まったと推算している。韓国最大野党の保守派である自由韓国党のファン・ギョアン代表とナギョンウォン院内代表も個人的にこの集会に参加し、集会参加者たちは、諸国大臣、ムンジェイン氏物を叫んだ。 主催である闘争本部の総括代表のチョンワン・フンボク氏は、今日我々は大韓民国が生きるか死ぬかの決死的な覚悟で集まった、リア韓国初代大統領がこの国を建国するとき、自由民主主義と自由市場経済、米韓同盟、キリスト教を基本として国を建てたが、 左派勢力と主体思想派の輩どもが大韓民国を解体しようとしていると批判した。この日の集会の参加者は、やはり1回目と同様50代以上の年齢層がほとんどを占めた中に、一部の2030代の参加者も目立った。